皆さんこんにちは。一般社団法人不登校ひきこもり予防協会の代表の杉田です。今日は不登校中学生の暴力暴言についてお話をさせていただきます。最近だいぶ落ち着いたですね、中学校3年生の S 君を例にしてですね、ちょっと皆さんにお伝えしてさせていただきますね。で、東海でもですね、結構家庭内暴力、まあ子供による家庭内暴力ですね、結構あります。で、典型的な例で言うと、父親がいてもですね、忙しくて家にいる時間が少ないとか、あるいは単身赴任でお父さんがそもそもいないとか、そういう場合ですね、怖い人がいないので、弱い立場の母親にですね、まあ暴力の矛先が向けられるわけですよ。S 君の場合は、地方に住んでて、小さな町に住んでたんですよ。まあ、小さい町だとですね、結構不登校だとか、暴力を振るうとかっていうのはですね、結構街中でこう結構噂になっちゃうんですよね。まあそんなんでですね、悪いこと噂されて居場所がなくなっちゃうんですよ。で、どうなるかっていうと、もう不登校を通り越えて家でも引きこもりのような状態でした。まあ私どもで言うとステージ判定3っていう感じですかね。はい。わけあって、おばさんがですね、S 君の母親代わりで面倒を見てるんですよ。おばさんはですね、まあ、甥っ子のこういう不登校引きこもり傾向の状況を見てですね、いろんなところをですね、相談して回ったり、本を読んだりされたそうです。まあ、有名な不登校の専門家のアドバイスで、放っときなさいということだったので、放っておいたけども、まあ、結論から言うと、ますます部屋にこもってですね、ゲーム漬けになるばかりで、朝を起こそうとしてもですね、まあ、すごい暴れてですね、ぶっ殺すぞてめえと、育てのおばさんにですね、包丁を振りかざして、暴力、暴言もあったそうなんですよ。これは要するに、ほっとくっていうのは良くないんじゃないかということでですね、いろいろまた、本なり、別の専門家のネットだの、いろいろ、探してですね、私のですね、に出会いました。で、私の本に書いたのが、そういった場合っていうのは、第三者の介入がないとです、改善しないということが書いてあるんですね。東海のアウトリーチ、ピアサポートっていうのを、本の通りやってくれということで、お父さん、おばさんとで相談に見えられました。こうしてですね、昨年の5月ぐらいですか、東海のスタッフと東海の卒業生がですね、訪問したときは、なんで俺の許可を得ないんだよと、おばさんに捨て台詞を言って、パッとですね、部屋から出て行ってしまいました。その後、まあ、一度はですね、部屋に様子を見に来たりとかして、気になっている様子だったんですよ。で、その後スタッフが話しかけると、洗面所に逃げ出し、鍵を閉めたりとかしてですね、そんなのありましたけど、まあ、ドア越しで、話をこちらから一方的にしてるんですね。2週間後に学生インターンが来るので、その時ゲームやろうね、なんて話をしました。まあ、2週間経ってですね、学生インターンが行くとですね、おばさんがいらっしゃって、初回訪問より割と落ち着いて生活をするようになった。ほんで、まあなんかちょっと学生インターンもですね、じゃあってんで部屋に行ったらですね、昼寝してるわけですよ。まあ皆さんわかる通り、お分かりだと思うんですけど、昼夜逆転してですね、大体不登校や引きこもりの子っていうのは、まあ朝までゲームやってる子多いですから、昼寝してる場合が多いですよ。でもね、少しはね、なんていうのかな、卒業生の K 君のことが気になるようで、寝ながらでもゲームの話をうなずいてたりとかしてたそうなんですよ。帰る時になったらですね、体育館座りになってです。少しはですね、学生インターンの K 君の話を聞いてるっていうですね、報告を受けたんですね。これでこのアウトリーチ支援っていうのはですね、結構改善していくなっていうのを私報告受けて、なんか自信というか確信が持てました。まあ小さな変化なんですけど、それがどん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 大きくなっていきますから、その辺私見逃さないんで。で、まあ、訪問すると昼寝をしている、ゲームをやってる、また虫の居所が悪いと部屋から出てったり、庭で火遊びをしたりとかですね、4ヶ月ほどはですね、まあこんなような状態の繰り返しでした。おばさんも意を決したのか、S 君とおばさんとでですね、東海フリースクールの近くに引っ越してきてくれたんですよ。引っ越してくれればですね、またちょっと変化があったんですね。まあ学生がですね、まあ、すぐ近くの引っ越し先にですね、訪問するとですね、もう部屋にはですね、数学のドリルが置いてあって、なんか勉強したそうな態度をとってるっていうんですよね。支援して5ヶ月目ですよ。5ヶ月目にはですね、東海のフリースクールに通うようになったんですよ。またフリースクールのクラスメートとゲームをしたり、たまに勉強するっていうような
態度になってきました。まあ、初対面から5ヶ月過ぎてですね、まあこの比較してみるとですね、自分の足でフリースクールに通って勉強までやろうとしてるのは、これは大きな変化なんですよね。さらに今年なんですけど、今年の5月に私も含めてこの S 君とあと高校生2人3人でですね、まあ、要するに合計スタッフも含めると5人なんですけど、一緒に生活リズム改善合宿行ったんですよ。今どうなったと思います？その子、毎日フリースクールに通ってですね、高校受験のためのですね、勉強してるんですよ。今中3なんでね、不登校だった時の勉強の学び直しをしていて、この間も教室に行ったらですね、数学の計算問題をですね、結構一生懸命解いてました。でもちろんですね、僕も含めてスタッフにですね、ちゃんと挨拶するようになったんですよ。もう大進歩ですよ、これ。じゃあ、不登校の中学生が暴力を振るう、これどうしたらいいかっていう、これまとめなんですけど、まずですね、不登校引きこもり中学生は、お父さんが不在、もしくは忙しいと暴力的になるっていうことは少なくない。で、特に男の子はそうなんですけど、今回の S 君のケースは、ポイントは3つあります。3つ。S 君が毎日ですね、フリースクールに高校受験準備ができるようになったのは、まずポイント3つのうちの1つ。これはですね、粘り強くですね、対応した母親代わりのおばさんですね。包丁を振り回してですね、暴れる S 君に対して真っ向から向き合ってる。これ非常に大事なんですよ。ね、そういうやっぱりほら、包丁だとか、まあ凶器をですね、振り回してですね、真っ向勝負できるっていうのは実の親でもなかなかいませんから。まあこれはもう本当におばさんの粘り勝ちですよね。2つ目です。2つ目は環境を変えてくれたことですね。これバカにするわけじゃないんですけど、やっぱり田舎の閉鎖的なこう社会でですね、一旦こう噂が広がっちゃうと、なかなかこう、なんていうんですか、その評判を打ち消すっていうのは難しいじゃないですか。だから、ポンとこう都会の方に来てくれてですね、非常にこう環境が変わったことによって、本人がですね、伸び伸びしてるっていうかですね、ちゃんとこう教室に向かうようになりましたから。はい。だから環境を変えるっていうのは非常にいいことだというふうに私は思うんですよね。おばさんもこれは先日保護者会でそんなことをおっしゃられてました。まあ加えてですね、手前味噌になりますけど、当会の指導方針、まあこういう引きこもりの子や不登校の子に対してはですね、まずはご本人との信頼関係を構築する。ゲームでも何でもいいんです。ご本人が興味のあることをですね、一緒に話してあげて信頼関係を結ぶってことだ。この信頼関係が構築できればですね、教室に行けよっていうことを促すこともできますし、まあ、これ背景にですね、こういったみんなでですね、行った長太郎の、ラフティングの、集合写真なんですけど、こちらの写真なんかも半分以上が引きこもり傾向の子だったんですけど、やっぱりですね、信頼関係があればですね、こうやってイベントにもみんな参加してくるんですよ。うん。だからもう、信頼関係っていうのがまず一番だなと。まあ、これは本当にスタッフのですね、指導方針、まあ、そこまで自発的にしたっていうことね、ことで、あっぱれをあげたいですね。不登校引きこもりの家庭内暴力っていうのは、東海では日常茶飯事的にあります。で、スタッフも学生ももちろん私もですね、慣れてますから。で、私の役割はその報告を受けるじゃないですか。受けたら本人の対応を練ったり、保護者、スタッフ、学生インターンに共有してですね、次こうしないよ、次こういうふうにするといいよみたいな感じでアドバイスをしてってですね、不登校や引きこもりの子がですね、生き生きと社会に出られるようにですね、促すことにあります。私の YouTube チャンネルでは、不登校、高校中退、引きこもりなどでお悩みの方に向けた動画を今後も発信していきます。若者が9060引きこもりにならないために情報を発信していきますので、ご賛同いただければですね、いいね、チャンネル登録、興味のある方への拡散をよろしくお願いいたします。今日はここまで。